阪神タイナースのオープン戦は開幕してから数日が経ち、ハンたちはチームの戦術や選手のパフォーマンスに注目している。特に、先発投手陣の活躍はシーズンの成否に大きく影響する要素だ。その中で、25日のオープン戦で中日ドラゴンズと対戦した阪神は、先発の才木隆弘投手が3回に失点のピッチングを見せた。1点リードの3回。 佐伯は元阪神でコンクから中日に加入した山本選手に右翼線二塁打を浴び、虫2塁のピンチを迎える。その後、後続を打ち取りにし、二塁までこぎつけたが、三好選手に同点の中前的自打を許した。そして、二塁手の中野選手の失策で西一、三塁の危機を招き、細川選手に勝ち越しの左前的地打を打たれた。この回の回ピッチングでは 佐伯は相手打者を打ち取る一方で連打を浴びる形で失点を喫した真のオープン戦開幕から先発投手陣は失点を重ねている23日のオープン戦では先発の伊藤進む投手が3回7失点を喫し24日のオープン戦では先発の村上投手も3回1失点という内容だったこの3戦で先発陣が相次いで失点を喫する結果となり チームは今後の課題と向き合わなければならない。オープン戦はシーズン前の調整期間であり、選手たちは調子を上げ、戦術を練り上げるための貴重な時間だ。しかし、連日のように先発陣が相手打者に得点を許す状況では、チーム全体の士気やファンの期待も揺るがされる。今後のオープン戦やシーズンに向けて、阪神ファイナースは投手陣の改善に取り組むことが必要だろう。 ファンは常に期待を胸にチームの活躍を願っている。阪神ンンタイナースはこの課題を克服しシーズンに向けて最良の準備を整えることが求められる。